そうですね、まあ、前半の終わった時点で、まあ、コーチも言われたんですけど、やっぱり、まあ、50点取られてたんで、まあ、点数どうこうという本当になんかイージーにやられるシーンがめちゃくちゃ多かったんで、まあ、リードを同点かで3クォーター終わってもリードはしていましたけど、まあ、3クォーターは少しは良くなったんですけど、やっぱり最後の10分で、相手がどこで攻めてきているのかっていうのを僕らで考えられずに同じことを何回もやられてしまって、でまあ、相手は僕らがどこで点取ってるかっていうのに対して対策してきてたのに、まあ、それが僕らが自分たちできなかったっていうところで、まあ、この点差になってしまったのかなっていうふうに思うんで、まあそうですね、まあ、相手のこのフィールドゴールの確率見ても分かりますけど、やっぱりもっともっとどこでやられてて、こうやって変化してディフェンスこう変えようとかっていうのをもっと中で話していかなきゃいけないかなっていうふうに思いました。まあ今日調子良かったんで、まあ3ポイントまあ積極的に狙ってたんですけど、まあ30点はいいとして、やっぱりターンオーバー4つしてしまったっていうところが僕の本当反省かなっていうふうに思います。本当にまあ判断が悪いっていう意味、悪かったらやっぱターンオーバー多くなってしまうんで、まあ前回の時も言わせてもらいましたけど、やっぱりもっと判断を良くして、味方を生かすだったりっていうところがもっと必要だと思います。平野選手が今日欠場という中で、皆さんはどのタイミングでそれを知って、まあ、どんな、まあ、声かけというか、より、まあ、一層ガード陣の時ですけども気持ちが入っていたようなことなんですが、その辺はどういうことですか？そうですね、まあ、平尾さんが出ないってしたら、まあ、今朝午前中の練習の時に、うん、まあ、知ったんですけど、まあそうですね、最近の試合だと平尾さんが点取ったり、まあ、いろいろですごいプレー面で引っ張ってくれてたんで、まあ、その選手がいなくなるっていうのは、まあ、まあそうですね、マイナスの部分がすごい大きいと思うんですけど、まあ、いなくてもやっぱりその誰が出てもやっぱ勝たないといけないっていうのが、まあ僕らの使命でもあると思うんで、まあ、そこはそうですね、やってやろうっていうか、まあ、みんなが思ってたんじゃないかなと思います。はい、中2日で、まあ、すぐ試合っていうちょっと確認定ですけども、改めてそのどういうところを今度修正して臨みたいというふうに思いますでしょうか？そうですね、まあ、103点っていうのはやっぱ取られすぎだと思うんで、本当にそうですね、相手がどこで点取ってきてるのかっていうのをもっと中で話して変化をつけていくっていうことと、まあ、やっぱり本当になんですかね、僕らはそんな余裕持って試合できる立場ではないので、出だしからもっともっとエナジー高くしてディフェンスをアグレッシブにやっていかないと、103点取られたら絶対勝てないと思うんで、そうですね、もう出だしから相手をもっと圧倒するくらいの、まあ、技術とかでは、まあ、劣る部分もあるかもしれないんですけど、気持ちとかそのインテンシティとかっていう部分ではもっともっと相手を圧倒できると思うんで、そこを40分間通して、まあ、曖昧な表現なんで、まあ、難しいと思うんですけど、そういう部分ではもっと出せると思うんで、それを40分間通してやることが、はい、すごい大事かなと思います。まあ、あとはそうですね、やっぱ数字で言うとやっぱターンオーバーが相手より 8個も多いとやっぱ勝てないと思うんで、そこはもっともっとケアが必要かなと思います。